はい、どうもじゅんじゅんです。ということで今回は11日から開催される Amazon プライムデーでレーザーのデバイスがとことん安くなるということでご紹介していきたいと思います。今回レーザー製品およそ70品以上プライムデーでセールになるんですけども、今回もですねレーザーさんと自分の方でいくつか安くなる製品をピックアップしてきたんで、そちらを紹介していきたいと思います。まずはこちらジャイガンタス V2 の L サイズ 16.5% 引きの2070円で購入が可能です。まあ、こちらはレーザーのコスパがいいゲーミングマウスパッドのシリーズで結構有名かなと思います。まあ、L サイズ今回はね 450×400mm のマウスパッドがセールに入っております。かなりサラッとした表面で、マウスパッドの系統としては止めが効きやすいコントロールタイプに分類されるものになります。まあ、やっぱ2000円前後っていうところでめちゃくちゃ手が出しやすいし、リピ買いとかもね非常にしやすい製品かなと思います。続いてこちらもセールに入ります。レーザーアトラス、レーザー製のガラスマウスパッドですね。アトラスも今回 15.4% 引きの 14,380 円で購入ができます。普段 17,000 円ってところでね 15% 引きは結構熱いです。でこういったガラス製マウスパッド購入金額はね高いんですけども、1枚買ってしまえば割らなければ半永久的に使えるんで、マウスパッドを今後買い替えていくっていうのを考えたらね圧倒的にコスパが高いです。アトラスはガラス製マウスパッドの中でも結構滑り、滑走音が静かっていうのが特徴的で、サイズが 450×400mm の厚さが 5mm のガラスマウスパッドとなります。レーザー製のガラスマウスパッド試してみたいって方は要チェック。続いてキーボード製品、まずはレーザーハンツマン V2 テンキーレス。価格がこいつも 15% 引きで 23,80 円で購入ができます。今最新の V3 が出ておりますが、まあ、こちらもねまだまだ現役だと思います。まあ、一応 V3 にはラピッドトリガーというね FPS 向きの機能がついていて、 V2 にはないです。でこちらのハンツマンはですね、普通のメカニカルスイッチと違って光学式スイッチっていうのを採用してるんで、チャタリングが起きないです。1回打鍵しただけなのに 2,3 回文字が入力されてしまうみたいなトラブルが起きないスイッチを採用してます。まあ、製品のトラブルが少ないっていうのもそうだし、耐久性も1億回以上打鍵ができたりするので、1個のキーボードを長く使っていきたいっていう人におすすめ。続きましてレーザータルタロスプロ、 16.7% オフの 16,640 円で購入が可能です。こいつは今現状ラピッドトリガーが使える唯一の左手キーボードです。レーザーアナログオプティカルスイッチっていうのを採用していて、押し込む深さとかを検知できるキーボードになってます。でちょっと前にラピッドトリガーにアップデートが可能になっております。まあ、アップデートで入ったラピトリなんで、ハンツマン V3 とかよりはちょっとラピトリの性能劣るんですけど、まだねラピトリでこういった左手キーボードって出てないんで結構希少価値高いんですよね。まあ、今回 16% 引きっていうところでかなり手が出しやすくなっております。続きましてレーザーブラックウィドウ V4 75%、 今回 10% オフの 28,710 円で購入が可能です。ホワイトの方が若干高くて 31,30 円で購入が可能となっております。このブラックウィドウ V4 ホットスワップというスイッチの変更が可能で、自分の好きな打鍵感に変更ができたりとか、ガスケットマウントっていう打鍵感打鍵音が非常にいいキーボードになっていて、ゲーミングキーボードなんだけどもキーボードとしての質をこだわりたい人向けのアイテムになります。最近レーザーからは新しくメカニカルスイッチが発売されていたりもするんですが、これ以外にも市販のねメカニカルスイッチであれば好きなものをここに組み込むことができます。性能もポーリングレート 8000Hz に対応していたりと、ラピトリはないですがかなり高速なキーボードにはなってます。キーボードを自分なりにカスタマイズしたいって人におすすめ。続いてレーザーブラックウィドウ V4 Pro、 こちらはフルサイズのキーボードになっていて、以前動画でも紹介したんですがライティングが半端ないんですよね。リストレストがついてくるんですけど、このリストレスト、なんとキーボードと連動して光らせることができます。ここのライティングがとにかくすごいのよ。でもってフルサイズにプラスして5つのキー、そして左側面には3つのボタンを搭載してて、さらにはノブ、そしてホイール、とことんカスタマイズできるキーが多いキーボードになってます。フルサイズってことでかなり幅は取りますが、キーボード1つでいろんな操作が可能なんで、プログラマーとか動画編集者さんとかにもぜひぜひおすすめ。
価格は 10% オフの 33,260 円で購入ができます。キーボード最後にコスパキーレーザーオーネート V2JP メカメンブレンスイッチというちょっと変わったスイッチを搭載していて、メンブレンのポトって感じの打鍵感とメカニカルの型っていう感じの打鍵感を合わした足して2で割ったようなスイッチになってます。そんなに激しいゲームやらないんだけど、いい感じの打鍵感とコスパ求めたいんだよねって方におすすめ。価格は 42.4% オフの7480円で購入が可能です。続いてゲーミングマウス、レーザーバイパー V2 プロも今回セールに入っております。今回 10% オフで価格は 17,980 円。もう言わずと知れた名作。最近 V3 プロという最新機種が出ましたが、こいつもまだまだ現役です。 V3 プロは大きく形状変更しちゃったんですけども、やっぱこの V2 プロの形が好きっていう人もねまだまだ多いです。センサーの性能とかも実は今他社で使われてるセンサーと全くもって同じ性能のものが積まれてます。V3 Pro はさらにそれより上の世代なんですよね。なので V2 Pro もまだまだ性能的に現役です。 58g と軽量で 8000Hz にも対応してますし、なんといってもこの薄型の形状、最近ねこういった形の形状減ってきてしまってるのって、薄型マウス大好きっていう方におすすめ。続いてレーザーナーガ V2 Pro、 こちらもセール対象品になっております。価格が 10.4% オフの 25,800 円で購入が可能です。レーザーのナーガシリーズといえばやっぱ特徴的なのがここですよね。かなり多ボタン式のマウスになっていて、最大で12ボタン、アタッチメントみたいなので変更が可能で2ボタンと6ボタンにも変更ができます。あと実はナーガって形めっちゃいいんですよ。薬指とか小指を置ける絶妙な形状になっていて、重量は重いんですけど個人的に形はすごい押せます。センサーやスイッチも最新のもので 134g と結構重たいんですけど、その分バッテリー持ちが長かったりとか、乗せるだけで充電ができる充電ドックにも対応していたりします。 MMO プレイヤーだったりとか作業向きのマウスが欲しいって方にもぜひぜひおすすめ。続いてレーザーのクラーケン X、これはねコスパキーなんですけども、もともとねかなり安いんですが、今回ですね 28.6% オフの 4,270 円で購入ができます。まあ台の通りコスパキーなので、すごい音質がいいとかすごいマイク音質がというわけにはさすがにいかないんですが、必要最低限な音質と重量も 250g とかなり軽量です。クラーケンシリーズって重たいものが多いんですけど、こいつは結構軽量。あとはイヤーパッドに冷感ジェルクッションを採用してるんで、そこまでこう耳が蒸れにくい仕様にもなっていたりします。続いてヘッドセットだとレーザーカイラプロ、あんまりレーザー製で話題に上がることがないんですが、触覚機能が搭載で音が鳴ると若干ヘッドホンが振動して没入感を与えてくれます。中には 50mm のドライバーを搭載していたり、 Bluetooth だったり Type-C を接続することによって 2.4GHz の接続も可能です。今回 34.4% オフの 18,340 円で購入が可能となっております。まあこちら For PlayStation って書いてある通りですね、コンソール機とかにもしっかり対応してるので、来年のモンハンとか GTA に備えてこういった没入感高まるヘッドホンを買っておくっていうのも結構ありかなって思います。続いてオーディオ系で個人的に推したいのがこちら、レーザーハンマーヘッドハイパースピード、最近結構増えつつある 2.4GHz 接続ができるイヤホンになってます。このドングルを挿すことによって PC とか PlayStation で遅延がほぼほぼなく接続ができちゃうものになってます。でレーザーのこの 2.4GHz イヤホンの特徴としてはノイキャン付きのイヤホンになってます。他社製のこういう 2.4GHz イヤホンってほぼほぼノイキャンないんで結構珍しいです。もちろん Bluetooth も対応してるので、外移動の時にノイキャンを使って雑音を消すってことも可能になっております。今回 20% オフで 19,980 円で購入が可能となっております。まあ、2万円切るっていうところで気になっていた方はぜひ。続いてウェブカメラレーザーキヨ X、 価格が 45.9% オフの 6,480 円で購入ができます。でキヨプロというこちらの上位モデルもあるんですけど、一応そちらが 40% オフの 14,980 円で購入ができます。
まあ、配信者の人はキオプロを使って、キオ X はなんか仕事で使うみたいな感じでね、分けていただければと思うんですけども、一応キオ X に関しては 1080p30fps のものとなっております。まあ、オートフォーカス機能もあったりとか、まあ、ウェブカメラとしてはちょっと丸っこい可愛らしいアイテムになるかなと思います。最近ウェブカメラの調子悪いなって方にぜひ。最後に個人的な推しデバイスを。こちらレーザーストリームコントローラーというものになります。某デックのですねレーザー版と考えていただければと思うんですが、まあ、ボタンを押しただけでミュートにしたり音量を調節できたり、あとはボタンを押すだけでゲームを起動するみたいなことができるアイテムになります。でこいつの特徴はボタンを押し込むのではなくタッチ操作が可能なものになってます。タッチをするだけでボタンが作動してくれたりとか、ここに表示されているページもですねスワイプをすることによってめくることができたりします。これがめちゃくちゃ便利なんですよ。しかもめちゃめちゃスタイリッシュで、このノブも非常に使い勝手がいいです。自分が使ってるのはこれのちょっと廉価版みたいな感じのなんですけど、やっぱこういうねマクロキーボードみたいなやつあるとめちゃくちゃ便利なんですよね。いちいちゲームを起動するため、もしくは何かメモ帳を開きたいみたいな時にデスクトップに戻って、でゲームを起動するためにクリックをしに行くみたいなことをしなくていいんで、個人的にはめちゃめちゃ推しデバイスなんですよ。まあ、デスクにあるとこういったアイコンが表示されるアイテムって意外とデザインとしておしゃれだったりするんで、こういう系のデバイス欲しかったなって方はチェックしてみてください。ちょっと廉価版のストリームコントローラー X っていうのもあります。こっちはノブがついてないバージョンですね。価格がこんな感じ。まあ、比較的高価ではあるんですけども、かなり使い勝手いいんで個人的にはおすすめです。以上、今回は Amazon プライムデーで安くなるレーザーのセール品ご紹介させていただきました。まあ、最初にも言ったんですが、今日紹介したアイテム総勢70品ほどですねセールにかかりますので、その辺まとめたものを概要欄にバババッと記載しておきます。まあ、何か気になるアイテムがあればですねチェックしてみてください。お金の使いすぎには要注意。ということで今日も動画見ていただきありがとうございました。この動画参考になったなと思っていただけましたら、チャンネル登録、グッドボタン、X のフォローよろしくお願いいたします。ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。